ドイツのショルツ首相は17日、国内に残る原発3基を2023年4月15日まで稼働できるようにする法整備を関係閣僚に指示しました。年内に運転を停止して脱原発が完了する予定でしたが、ロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギーの供給不安や価格高騰を受けて、連立与党内で先送りを議論していました。原発3基による発電量は2022年上半期で、ドイツの総発電量のうちおよそ 6% に当たります。ドイツは2011年、東京電力福島第一原発事故を受けて、当時のメルケル政権が脱原発を決めていました。